磯崎総理補佐官は集団的自衛権の行使容認などを検討する政府の有識者会議がゴールデンウィーク明けに報告書を提出するという見通しを示しました。まだあの正式には決定しておりませんが連休明けになるという見通しが強くなっていますね。 その上で、磯崎氏は報告書の提出を受けて、与党に集団的自衛権の行使容認を検討するプロジェクトチームが設置されるという見通しを示しました。与党プロジェクトチームの座長には、自民党の高村副総裁が就任する予定で、考え方に隔たりのある自民党と公明党の間で本格的な協議が行われることになります。